Plus one smile for you. Plus Japan。さあ皆さんこんにちは、センタロウです。さあ今日は前回に引き続きこちらの車両です。ちょっと逆光で見えないかな。マセラティのクアトロポルテのモデナでございます。はい、クアトロポルテ、はい、こちらでございます。さあこちらね、前回外装とか、エンジンとか紹介したんですけれども、今回は、車内の方もね見ていきたいと思うんですけれども、これね超高級車なんで緊張しますけれども行ってみたいと思います。これがマセラティの室内ですか。はあ、あ、でもあれですね、メーターはこの2眼のメーターになってて、真ん中は全部液晶になってるんですね。映ってるかな、こんな感じです。はい、でまあミラーとかはまあ当然ですけど、これ室内すっげえな。これ全部バックスキンですよ、この上のパネルから。で、あ、こっちは本革です。テッチはやっぱイタリアのね、このね車のこだわりですよ。で、ちなみにこの、室内椅子とか、室内のデザインとかっていうのは、イタリアの有名な家具の、ブランドがやっているということでね。イタリアも高級家具ね、多いですから。で、マセラティといえばここにね、この時計がありますけれども。さあ、そしてステアリング周りをね。あ、クルーズコントロールもね、アダプティブついておりますね。で、このね、トライデントマーク。これかっこいいですね。で、こっちはオーディオとか、もろもろの操作ですね。でもこのステアリングもなんか、このデザインがめちゃくちゃかっこいい上に、ここまで革が張られてるというね、いいですよね。高級車って感じだなぁ。はい。で、ライト類とかはこの辺でやってて、もちろんスタートストップボタンになってますけど、これ見てください、これ。パドルが、でかいのなんのってこれ。あ、しかもあれですね、ステアリングについてくるタイプではなくて、コラムの方についてるパドルシフトですね。あ、クリック感めっちゃいいです。がっちりしてるスポーツカーって感じです。オーディオはこれなんと B&W のオーディオとなってます。これ何ワットなんでしょう、結構すごいと思いますよ。はい、素晴らしいですね。で、ナビゲーションの画面がでかい、シフトノブ、こういう感じなんですね。あ、で、いろいろとスポーツボードとかダンパー変えたりとかで、ナビゲーションとかこれでもいじれるという感じですね。で、まあ、ここがドリンクホルダーが縦にあるタイプですね。結構ね、横がいいっていう人多いですけども。で、ここには、サングラスとか小物を入れて、で、ここが大きな荷物入れとなってますね。ここが割と結構広いですね。ガバッと開くという感じです。さあ、シートですけども、もちろん本革。ちょっとバケットタイプのシートになっていて、もうマセラティといえばこのね、ヘッドレストに、エンボス模様な感じで入っております。いやー、これはね、ここにクアトロポルテ入っておりますね。見えますかね。はい、じゃあエンジンちょっとかけてみましょう。おー、まさかの電動テレスコですね。これはね、電動でステアリングの位置変えられますよ。これのね、ちょっとオーナーさんの元の位置に戻してきます。はい。あ、えらい、エアコンが全部物理になって、うわ、なに？ここさっきまで何も表示されてなかったのが、これエンジンかけるとここ光り出す感じですね。へえ、おしゃれやな。はい、まあ、内装としてはこんなところですかね。もう早く走りたいんでね、今日、あとサンルーフがついてるんで、ちょっと室内明るくできますが、はい、サンルーフあるだけで全然気持ち違いますね。さあ、じゃあね、もうこれで早速走っていきたいと思います。行くぜ、マセラティクアトロポルテ。ラスパジパン。さあ、それではクアトロポルテ行ってみたいと思いますけど、バックからスタートなんですね、これね。やべ、こいつブレーキめちゃめちゃ効くじゃん。足が360度ビューついてる。さあ、それでは行ってみたいと思います。あれ、急にめちゃめちゃ高級車の乗り味、乗り心地良い、滑らかや、全然滑らかだし、タイヤノイズがちょっとするかなぐらいだけど、これはまあスポーツカーとしては受け入れられるレベル。あと何より右ハンドルが最高。突っ込もうと思ったよ。もう本当に右ハンドルです、いいですよ、世の中全部。あ、でも本当になんか全然あれですね、思ったよりももっと暴力的かなと思いましたけど、普通な感じがしますね。ジェントルマンですか。ジェントル、ジェントル、なんか全然、なんかハイパワー
という感じよりも高級サルーンという感じがちゃんとありますね。ただねやっぱ運転しててね、はい、ミラーを見るとこう道幅目いっぱいなんですよね。車が1945ミリありますからこれ横幅が、ほぼ2メーター。こんなにあるとすごい。ただブレーキめちゃくちゃ効く、ブレーキはマジでスポーツカーそのもの。いやでも足しっかりしてるし、これ21インチなんだけどその感じが全然しないぐらい。じゃあちょっとサスペンションをねハードモードにしてみます。どのぐらいハードになるのか。さあサスペンションスポーツモードです。おおはい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 。でもスポーツにしたからっつって街乗りができないとかではないですね。こうやったら結構なんかスポーティー志向の人だったらずっとこのスポーツモードで走るのも悪くないかもしれないですね。あいいね、上り坂登ってる時のこのいいですね。ちょっとパドル触っちゃおうかな。ああこれ一足入るんだ、ごめんなさいね。入るのね一足ここで。トルコンっぽいですね。でもねこのシフトの感じ、シフトしていくと分かりますけども、いやいいな、ちょっと音が聞きたい。ジェントルだなっていうか、あの何がすごいってこれ外割と音鳴ってますけどこの車中入るとめちゃくちゃ静かなんですよ。でこれ何かっつったら、ね、もうあれですよね、やっぱり吸音材とかめちゃくちゃ使ってると思うんで、もうほとんどの音を吸収してくれてると。今窓軽く開けると、あ確かにマセラティの音だなみたいな感じしますけど、ほらこれですよ。これはもうね窓開けて今日行きますが、ちょっとこのままね高級セダンの中の一つの選択もなりますよね。だいたい高級セダン買うってなるともうみんなレクサス行っちゃうじゃないですか、やっぱどうしても日本の人は、はい、であとは分かりやすいのはメルセデスですね、うん、BMW、アウディでその辺と比べても、まあ、さらにこうワンステップ上なイメージがあるので、ベンツの S クラスとちょうど E クラスの間ぐらいにこのサルーンがあるのかなって。しかもこのスポーツサルーンっていうねタイプですけど、あれつけるべきですね。うお、これは大変だ。なかなかやるぞこの車。これはちょっと皆さん免許気をつけてくださいね、本当ね。さあじゃあちょっとフルコンキャンセルして次はスポーツモードに入りました。音、うわすげえ急にすごいじゃん。はあこの音たまらん。やっぱマセラティなんだな。スポーツモード全部解除。はいということで今ねスポーツモードを体験させていただきましたけれども、最高しかなかったですね黙っちゃいましたね。いやーこれはマセラティですよ。はいということでですね、今回はマセラティのクワトロポルテモデナス紹介させていただきました。いやあのね本当に走ってみて驚きました。超高級車であり超スポーティーカーっていう感じで、で音はほらフェラーリサウンドが鳴ってます。いやこれね音と走り全てにおいて良くて、サイズ感はちょっと大きいですけど、じゃあ乗りづらいかっていうとそんなこともなくて、で、まあ、値段2000万しますけど、でも今2000万の車なんてどこのメーカーもあるので、ね極端にね5000万6000万とかなるとちょっとまた違いますけど、まあ高級車としたらまあ別常識的な値段でもあると思いました。
だからこれだったら僕ね一つの選択肢としてありかなと思いました。特にあのファッションオタクとかファッションセンス高すぎる方にはこのぐらいの車じゃないと釣り合わないですよ。あの逆にアウディ普通に乗ってるぐらいじゃ足りないかもしれない、もうおしゃれ大好きみたいな方はね。なのでこれを想像してみてください。高級ホテルの1階のロビーでバレエの人にこう鍵を渡して自分の車見た時に似合うだろうなってなるのは多分メルセデスや BM よりもこのマセラティのが似合うんじゃないでしょうか。ぜひ、ね、皆さんそれもご検討いただければと思います。ちなみにですねプラスパージャパンさんにご相談いただけるとなんとこのマセラティも割と納期早めで買える可能性がありますので、もしねクワトロポルテマジで興味あるっていう方はで納期早いのいいなっていう方がいたら一度プラスパージャパンにご連絡ください。きっとねいい条件で、お話が提案できるかと思います。はい、ということでねこれからもすごい車いろいろ紹介していきます。近々サーキットのやつもちょっとね一本撮ろうと思ってますんでぜひ、チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。それでは今日は走りながらで失礼します。ここまではセンタローでした。バイバイ。